日本校と宮谷を結ぶ峠で、江戸時代は、稲和国の高草郡と、雄美軍を結び、鳥取から加野に通じる、加野往来として賑わった。現在でも当時の面影を色濃く残す峠である。その昔、その峠におとんと呼ばれるメぎつねが住み、化けるのが上手で、よく人を化かしたと伝わる。おとんとは、おとという名前で女郎に化けていたことに由来し、いつしか、 おとん女郎と読みならわされるようになったもので、池田の殿様に仕えた、飛脚狐の桂造房の女房と言われている。山名やじろうの供養刀、立見峠はおとん女郎伝説の他に、恩霊伝説も秘める。おとん女郎は、田島の民話にも登場し、そこでは、味方郡浜坂町清富に住み、遊女に、化け、京都に売られたとされ、鳥取の桂ら造房は、 同音維持の喜び倶楽坊となっている。神戸新聞、田島の節話探訪、狐のいたずら、おとんじ郎ろうと喜び倶楽坊鳥取、雑学本舗第608号、鳥取豆知識、岡島正義、鳥舟は、桂ツ造房が使えたのは、池田光中と伝える。ありがとうございます。